今日も手話のフレーズを一つご紹介します。薬、もう飲んだ？薬、もう飲んだ？風邪の方がいらっしゃったら薬をちゃんと飲んでいるか確認してみましょう。それでは今日も毎日動画プラス。2020年10月29日木曜日、皆さんおはようございます。そしてお誕生日の方もお誕生日おめでとうございます。私は敬語でお話しするのがいつもの普通かと思うんですが、最近はみんなとフランクにおしゃべりしている気がします。だいぶ距離も縮まりましたね。それじゃあ今日も気をつけていってらっしゃい。それでは今日のプチ占い、今日はプニプニとした食感の感触のものを触ると吉です。癒されパワーで一日リラックスできそう。私のほっぺは結構柔らかいです。今日も健康に過ごせるように手洗いとうがいをしっかりして楽しい一日にしていきましょうね。本日のスケジュールはこちら。それでは今日も一緒に頑張るぞ。